俺の名前はキュータ。好きなことは野球。それだけを信じ続けて今や大学生になっていた。ほう、キュータさんは甲子園での優勝経験もある有望な選手と言われております。今後彼がどうなっていくのか非常に楽しみですね。俺は絶対に野球で食っていくんだ。それが俺の夢。また空振り三振。今の球は当てようと思えば当てれたと思うんですがね。そう、俺の実力は甲子園の時期がピークであり、それ以降目立った活躍はできていない。あつあつ、いい加減現実見ろって。さすがに就活しないで試合ばっかりはまずいだろ。俺も秋久もいい会社の内定もらったんだぞ。お前くらいだって野球で食ってくつもりなのだよな。かつての甲子園仲間の秋久誠も野球から離れた普通の暮らしを謳歌しようとしていた。だが俺はこんなところで終わりたくなかった。バイト代貯めててよかった。俺は日本っていう場がきっと合わないだけだ。世界自由の国アメリカならきっと俺の夢を受け入れてくれるはず。子供の頃俺が尊敬していたメジャーの選手みたいに俺だってやってやる。ただそんな簡単に行くわけでもなく、入団テストを受けるのにも一苦労だった。お願いします、入団テスト受けさせてください。あんたな、わざわざ職員用通用口の前で出待ちかよ。よくやるね。無理無理、うちも枠がいっぱいなんだよ。おかどれ。もうここが4球団目です。それはすまん。あっはっはっは、今噂の日本人か。スタンドの最前列を常にキープ。選手、スタッフを捕まえまくって入団テストを受けようとするクレイジーなやつは、どこも門前払いされてのそのガッツ気に入ったよ。あんたみたいなクレイジーな日本人が一人いた方が選手のモチベーションも上がるってもんだ。ありがとうございます。俺頑張ります。おう、よろしくな。そんな俺の泥臭い努力はついに結果に結びつき、アメリカでの野球人生が始まった。俺は自分の夢が叶ったことを友人に報告した。ってわけで俺アメリカのマイナーリーグに所属できたから。マイナーかよ、メジャーじゃねえんだな。いや、すげえじゃん。どんな人たちがいるんだ。ま、俺と似た感じだよ。メジャー組織と契約を結べなかった選手が流れてきてる感じ。それにうち試合数は多いからメジャーのスカウトも来るらしい。いつかメジャーのチャンスが巡ってくるかもじゃん。なるほどな。ただマイナーゆえのデメリットは少なくない。でもマイナーってよく続けられてるな。給料も低そうなイメージだけど。まあちゃんとチームが続いているし、選手も辞めてないから、なんとか運営が成り立つレベルじゃねえかな。月給200から400ドルの間をうろうろしてるなんて絶対に言えねえ。安い給料、寝床と食事の提供でなんとか食いつないでいる状態だった。試合数は2ヶ月半で70試合はこなしたかな。はあ、嘘だろ、そんなにすんの。正直体ぶっ壊れそうだよ。よくやるわ。でもアメリカだからいろいろと豪華そうな印象だけどな。あ、それわかるかも。ホテルとか移動のバスとか快適そう。いや、まあもしそうだったらどれだけ幸せか。おい日本人、早く乗れよ。日本人なんだから時間には正確なんだろう。オンボロの番で地獄の旅の始まりだよ。マジか。移動時間は10時間。着いた先ですぐ試合ということも珍しくなかった。やべえ、飯食い損ねた。あれ、早く行くぞ。ゆとりのあるスケジュールを組むなんて発想はみじんもなく、慌ただしい毎日だった。それでもさ、選手の労をねぎらうためにホテルくらいはまともなんだろ。なんせアメリカのプロリーグだもんな。ああ、スイートルームとか。スイートルームねえ。もしそれだったらどれだけ幸せか。経費削減のため2人部屋を4人、ベッドは2人で1台だよ。地獄じゃねえか。人権ねえな、おい。じゃあ俺は試合だからもう行くわ。おファイト。俺たちの試合が始まるのは毎日夕方18時からがほとんどだ。だが集合時間はまたそれとは異なる。
試合の 5,6 時間前には球場に来て整備や練習などの準備を始めなければいけない。特にシーズン中はほとんどこんな毎日を送ることになる。最近野球以外してないな。日本人に休みはいらねえって思ってたよ。いるわ。ただそんな暮らしもシーズンが終わると何もすることはなくなるオフ期間が存在する。えい、お待ち。なんだよ、もう日本になんて帰ってこないと思ってたぜ。シーズンオフ中はこっちで軍資金を貯めるんだよ。独立リーグの発給じゃ貯蓄なんて期待できないからな。二人はいろいろ順調そうだな。ああよ、結婚して最近子供も生まれたんだぞ。家帰って面倒見てやれよ。俺は昇進したりとかかな。ま、そこそこもらえてるから楽しいぞ。かつての仲間たちは家庭や昇進など自分とは違う世界で生きていた。大体さ、やっぱり暮らしの安定が一番だって。お前みたいに夢ばっかり追いかけてもさ。おい、言い過ぎだって。はい、もしもし。いや、急な話で申し訳ないんだが、うちのチームの経営状態が悪くてね、ちょっと立て直しをしたいから一旦君の契約を切らせてもらうよ。はい、覚悟はしていたことだ。別に珍しいことじゃない。どうした？マイナーリーグの契約切れた。そっか、残念だったな。じゃあさ、いっそお前うちで働くか。人手足りてなくてさ。こんな暮らしをやめて会社員として働く。時間に余裕もできて出会いもあれば結婚して家庭を持つことだってあるかもしれない。お前まだ20代じゃん、全然やり直せるよ。そうだな、それも悪くないかも。それチケットか、もう取ってたんだな。ああ、どうすんだ、払い戻しでもするか。もう向こうでも場所ないんだろ。そうだよな。ただその時頭をよぎったのは彼らとの練習の日々だった。給料だって安い、いろいろ充実もしていない。あんなに地獄だったはずなのに、なんで俺恋しくなってるんだ。キュート決めたよ、もう一回だけ頑張る。マジか。俺は再びアメリカへ向かった。ここで野球させてください。綺麗なジャパニーズ土下座だな。君聞いたぞ、確か前のチームでの契約切られたんだろ。まあいいよ、テストだけでも受けてみるかい。バイトをしつつも俺は練習を続けていた。だからこそその積み重ねは無駄にはならなかった。面白いじゃないか。ああ、いい選手だ。彼とならいいチームメイトになれそうだ。そして俺は入団テストに合格した。よろしくな、キュータ。俺はジャックだ。え、確かあなたメジャーで前に試合に出てた。お、覚えてるのかい。いや、照れるな。かつてメジャーで活躍していた選手である彼がこんなところにいるのが信じられなかった。ま、よくあることさ。メジャーじゃなくなっても野球を続けたい人間の行き着く場所はだいたいこういうマイナーリーグになるもんなんだよ。なるほど。でも正直きつくないですか、メジャーの時と給料も待遇も全然違うでしょ。まあそうだな、普通に会社に勤めてそれなりの暮らしを目指そうとか考えなかったんですか。全然、だって俺野球が好きだからな。安月給だろうと待遇が地獄だろうと野球をしていない自分はきっと自分じゃないからさ。あんたもそうじゃないのか。わざわざ日本から金貯めて異国の地で言葉も覚えてこの国で野球を続けようと思ったんだろう。そうですね、マイナーリーグは安月給、待遇も悪く契約状態だって不安定だ。正直人におすすめしたい世界じゃない。ナイスヒット。キュータどうだ調子は。ぼちぼちかな、別にスカウトとか来るわけでもないし。やっぱり戻ってきて就職しろって。まあそれもありだけどさ、俺今の自分が好きだから多分続けるよ。地獄かもしれないけど自分の人生なんだからさ、この地獄そんなに悪くないよ。そっか、じゃあ応援してるよ。なんかあったらいつでも相談しろよ。ああ、俺は野球が好きだ、昔も今も。もし自分の夢を追いかける過程で地獄のような辛い時期があったとしても、それも自分の人生だと受け入れられるならそれも悪くないと俺は思う。だって人生は一度きりなのだから。